こんにちは。こんにちは。アビレッジの落合でーす。よろしくお願いします。白鳥くん、新規収納を目指す白鳥くんの質問に答えていこう。はい。シリーズ第2回目です。はい、よろしくお願いします。まあ、前回のね、1回目、はい、まさかその質問っていう感じでしたけど、はい、ちょっとね、動画の時間も長くなっちゃったんで、はい、できればね、1本10分ぐらいで、うんうん、コンパクトに答えていきたいと思いますので、うん、はい、はい、OK です。じゃあちょっと、まあね、ちょっとふさわしい質問にしていきたいんで、いや、なんでもいいけどね、なんでもいいけど、なんだろうな、まあ、まあいいやまあ、そうですね、じゃあ次はですね、まあ、その今、いろいろこう、ビニールハウスで育ててたりとか、まあ、あとはこう、外で育ててる、まあ、露地栽培とかであると思うんですけど、まあ、新規収納にあたって最初こう、まあ、自分でスタートするときにそのビニールハウスで育てた方がいいのか、それともまあ露地栽培、まあ、外で育てた方がいいのか、そこら辺がちょっと気になってます。ざっくりしてますね。ざっくりしてますけどビニールハウスで栽培するメリットって何ですか？やっぱり気温とかを、うん、まあ、地温とかそういうのをビニールハウスは調整できる、うん、けど、でもビニールハウスでやるって相当多分資金とかもかかるよなって思うんですよね。メリット聞いたらデメリットも、ああそうですねまあちょっと両方なっちゃいましたけど、うんうん、メリットとしてはまあそこかな。まあ、基本的にはその環境を制御するってことだよね、うん、はい、うん、露地栽培みたいに自然任せじゃなくて、ある程度人間の、ね、うんうん、はい、手で作物の栽培環境を調節できますよっていうのが一つ、うん、はい、あとはそう露地栽培の出荷時期とずらすことができるじゃない。例えばね、冬だったら露地だと作れないものも、はい、ハウスだと暖かいから作れるよとか、あ、うん、露地だと自然の雨で栽培のコントロール難しいけど、はい、ハウスだとその水管理もできるから作れるよと、そういったメリットあるよね、うん、はい、あとは雨降っててもハウスの中だったら収穫できるから、あ、そうですね、うん、そのメリットも確かに天候に左右されずに、うん、その仕事量を調節できたりっていうところもありますよね、うんうん、だメリットとしてはそういったところかな。あとはそうだね、まあ、病害虫を防ぎやすい部分も多少あったりはするけど、うん、あ、なるほど、うん、だからデメリットはやっぱりそう設備投資にお金がかかることだね、はい、で特に、まあ、うちの場合もビニールハウスありますけど、うん、まだこう資材価格が今ほど高いくない時期に建てれてるんで、うん、頑張って建てましたけど、正直今の農業界の販売環境とか、はい、その資材価格とかを考えると、はい、今こうパイプハウスでもそうだね、鉄骨のハウスでもハウス建ててその投資資金を回収するっていうのは結構大変かな。うわ、やっぱそれぐらいすごいですね、うん、特にだからなんかね、その国の補助、うんうん、ね、ハウスを建てるにあたっての補助があったりとかしてもすればあれだけど、うん、完全に自己資金でってなっちゃうと、もう本当に、そうか、うん、投資回収の見込みを立てるのがすげえ大変かなとは思いますね、うんうん、一応でもそれって補助は受けれるですね、そういうパイプハウス建てるとかそういうのに国から補助、全員じゃないよ。全員ではない、うん、あの条件があるし、地域によってもその条件は変わるし、あ、やっぱりできる、うん、基本的にはその補助金を当てにするような経営を、うんうんうん、投資はやめた方がいいかな、あ、うん、そもそも、うん、そもそも自分で建てるつもりで、うん、たまたま補助金もらえたから、あ、よかったなって思うならいいけど、あ、補助金もらうの前提で、うんうん、投資とか返済計画立てるのはやめた方がいいな。あ、なるほど。ちょっとなんかよくこう周りでは補助金がやっぱ少ないと か、 なんかそういう、うん、まあ、声をよく聞くんですけど、やっぱそれは補助金が少ない、うん、なんかその、まあ、新規収納とかするにも結局補助金が少ないとか、なんかそ
そういう声を聞くんですけど、やっぱそれはそもそも当てにしちゃダメっていうか、俺はよくわかんないけど、その新規収納するのに補助金が少ないっていうのがよくわかんないけど、あ、なんか俺は農業ぐらいじゃない、うん、そんな補助が出るのってって思う。そう、まあそうですね、うん、いっぱい例えば飲食店を開業するとかね、うん、飲食店じゃなくても個人事業で開業するとかってなった時と比べて農業の方がよっぽどなんかそういったのって手厚いよねって思っちゃうけど。なるほど、うん、そうか、なんか私的にはなんか厳しいなっていう感じで思ってたんですけど。厳しいって言うけど、うん、じゃあ補助金ってそもそもはみんなが出した税金から払われるわけじゃない、うん、確かにそこからですもんね、うんうん、君はその税金を受け取って社会にお返しできる、うんうん、自信が今 ありますか？ないです、うん、はい、そうですね、うん、そっか、そういうことか。どういうことよ。だってそうじゃない？うん、うん、で、補助金っていうのはまあ当然皆さんの税金の一部なわけだよね、はい、でそれを国から交付してもらうっていうのはね、ただお金をあげるよっていうんじゃないんだよね、うんうん、その補助金を使って、ね、より社会のためになることをしてほしいわけじゃない、うん、そうですね、うん、ね、だから社会に価値を生んでほしいわけじゃない、ね、そのためにの応援資金なわけでしょ、うん、でもその価値を埋めるかわからないじゃない、うん、確かにその時点ではわかんないですよね。わかんないよね、うん、そもそもがね、はい、うん、でもそういった人に対しても新規収納の人でもやる気が見込めれば、うん、ね、ある程度補助が受けれるっていうのは、うんうん、ありがたすぎることじゃないのかなと思うし、あ、なるほど、うんうん、それを前提にやっぱりもらえると思ってやっちゃ俺はうまくいかないんじゃないかなと思うけど。素晴らしいですね。いや確かになんかこう補助金っていうのがある意味当たり前みたいな感じに確かに、うん、逆言えばどうよ。え、じゃあ、はい、あなたがスポンサーで、うんうんうん、ね、そう、将来見込みがある人に、はい、じゃあ1000万ずつ僕がお金あげるから頑張ってねっていう時に、うん、選びませんか。誰にこの1000万託すか。この人ならやってくれるっていう人をやっぱ探します、うん、1000万でも100万でも10万でもいい、うん、いいよね、はい、うん、そうですね、この人にだったらなんかもういなくなってもいい、頑張れって、うん、誰にでもってわけにいかないじゃん。そうですね。ああ、それからですね。そっかそっかそっか、まあ、うん、確かにそうですね。そうでしょ、うん、だってね、じゃあ白鳥君この10万で頑張れよっつって渡して、はい、ね、パチンコですられちゃうかもしれないし。最悪ですそれは。ね、はい、ちょっと、うん、全然違うやつで、ね、お酒飲んでパーッと使っちゃうかもしれないし、はい、うん、確かに確かにね、うん、でも中にはその10万円を大事に手元資金にし、うん、ね、して、うん、事業拡大させて、うん、ね、社会に価値を生み出せるような人もいるかもしれない。全員に配るわけにいかないだろ、さすがに。いや、それはそうですね、うん、はい、あなたが農林水産大臣になったとしても総理大臣だったとしてもそんなことやっちゃったら、ね、誰にでも配るわけにいかないでしょ。はい、うん、そうですね。そうだから、うん、まあ補助金頼みで新規収納するっていうのは、うん、やめといた方がいいんじゃない。そうですね、たまたま頑張ってたら、うん、ね、受給できたっていうならまあね、うん、じゃあそれをまた活用してやればいいと思うし。確かに。だからまあ結局その、まあ、ビニールハウス建てるにしろ、うん、まあ、何かからこう補助金をもらうとかじゃないっていうことですよね、そのビニールハウスにしても。はい。仮にだからそれを、うん、じゃあビニールハウスって考えるからあれだけど、うん、じゃあ君がもしラーメン屋をやりたいんだって思ってするよ、うん、ね、ラーメン屋をやりたいからお店を建てたいんだ、うん、お店を建てたいから補助金くださいって言うときに、はい、うん、じゃあ君ラーメン作ったことありますか。ないですね、うん、
行列ができるラーメン店を経営してたことありますか？ないですね。うん、やばいな。全部ないな。どうする、そこで農林水産大臣の白鳥大臣だとしたら、あーラーメン屋やりたいって言ってるけど、ラーメン作ったこともないっていうし、うんうん、どうしような、どうすると思う、君なら。まあやっぱり、あこれはもう10分超えてしまったということが、うん、いやちょっと長くなっちゃいましたけど、そうですよね、まあ、やったことない人だからやっぱりまず信頼できるかできないかっていうところを、まあ俺ならそう思うよね。そうです。だから補助金が少ないって文句言うのはちょっとなって思っちゃうね。うん、逆に言えば、なんだろうね、ね、このそれだけスキルも身につけて、ね、はい、で腹も決めて、絶対に俺は逃げませんよと、何が何でもこのラーメン屋成功します、させます、超絶気合入ってる。ね、それだったらラーメン屋で修行してさ、うん、ね、10年ぐらい厳しい修行して、はい、美味しいラーメン作るようになって、なったら頑張れるってなるかもしれないですね。信頼はできますね。何の話だっけ？私のロジオ、ちょっと話はずれちゃいました。話がずれちゃったけど、ちょっと1回目と同じ感じでずれちゃいましたけど。すみません。いやいやいや、申し訳ない。私もね、ちょっとそこら辺も気になっちゃって。ごめん、それは俺が悪いんだね。いや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 。なんか話の展開がね。いやいやいや。じゃあもうちょっと勉強にも。もうちょっとなんかじゃあ、ピンポイントのテーマでずれないように。そうですね。露地栽培とそのビニールハウスで育てる、まあ、メリット、デメリット。メリット、デメリット、はい、話してましたけど、まあ、逆に言えば、だからその露地栽培の方の、まあ、メリット、デメリットって何かなっていう。露地栽培のメリット、デメリットね、はい、まあ、一つはやっぱり、ね、施設栽培に比べれば初期投資が少なくて済むっていうところ、あとはやっぱりこう自然に合わせた、栽培の作付けをするわけだから、一番なんかこう旬の時期に旬のものみたいなのがあるかもねっていう。なるほど、そっかそっか、まあ、デメリットとしては、デメリットっていうのはやっぱりこうね、自然の影響を受けやすいから、ね、思い通りな生育ができなかったりとか、ね、場合によっては台風だとか雹だとか自然災害で全滅させられやすいとか、ね、害虫とかやっぱりありますもんね。まあそれはね、ハウスの中だってね、もう土の中から害虫が出てくるし、 あれだけど、やっぱりこう病気とかね、虫の飛来っていうのはね、避けられないことなんで、ある程度防除技術はありますけど、物理的なね、はい、まあ限界があるよねっていうね。なるほど、ありがとうございます。そうですね、知りたかったのはちょっとずれちゃいましたけど。いいですか？いや、大丈夫です。じゃあ、なんか、とりあえず、1本10分で収めようという。いや、難しいですよ。いや、結構難しいですよ、意外と。10分でやると、はい。とりあえず、じゃあ、今回は。そうですね。まあ、答えになってないかもしれないですけど。いや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 、まあ、ビニールハウスと露地栽培のメリット切りましょう。そうですね。はい。はい、じゃあ、ちょっと、また、明日。向こう行って。向こうは。ああ、そうですね。そうそうそう。はい、はい、まあまあまあこんな調子でガンガンやっていきたいと思います。はい、OK、はい、です、まあ、3本取りしちゃうかもね。そうですね。なんか乗ってきたからあ、じゃあありがとうございました。あ、終わった終わります。もう取った時はしていいよ。あ、いいですか。